おや要かから1922年6月21日は、明治、大正期の実業家、武士、丸善の専務取締役社長を務めた。三河国岡崎にて、岡崎藩士、おやい和の長男として生まれる。幼少時は、しが重げの父住職の下で学ぶ。岡崎藩主、本田忠元に使い藩の要人となる。1863年。 西洋流大砲型の命を受けて、江戸に登ったが、英書を学ぶ必要を感じて、大鳥圭介の熟縄武官に入る。また中浜万次郎に指示し、閉学、洋学の手ほどきを受けた。同年秋より、改正書に展示、英学特業士となる。1868年の母親戦争時には、死が熊田に欠板状を提出した後に脱藩して、遊撃隊に加わる。 1868年函館に向かい、同地において、官軍と戦い負傷する。五稜閣を英化するに至りて、ことのなすべからざるを知り、江戸に護送され、岡崎で謹慎を命ぜられる。1870年に上京、英学者、乙骨太郎乙の学木となる。大学南校で学び、慶應義塾に転じるも、廃藩地検により、藩比が途絶したため、 1872年、九州の柳川英学校に英語教師として赴任する。同年中に岡崎に戻り英語塾を開いた。1873年1月、横浜マリア商店に入社。1877年3月、大阪支店の支配人となる。1892年7月、東京支社に転ずる。1900年2月、 マルゼン取締役社長に就任。1916年まで同社の社長を務めた。また、大日本図書株式会社の重役や東京書籍の監査役にもついている。1922年6月21日、死去。78歳没。1961年7月1日、岡崎市名予市民に推挙される。ありがとうございます。